話したい、でも私には無理という方、ちょっと待った、 I think I can help you。 ご登録いただきありがとうございます。石川県で子ども中心の英会話スクールを5年やっています。今日から無料のレッスンを5本やります。1レッスン、そうですね、だいたい15分ぐらいをしていきたいと思います。1日1レッスントレーニングをしてください。こう動画を見てるだけじゃなくて、しっかり声に出してちゃんとトレーニングをしてくださいね。無料のレッスンでは英語を話すために必要な英語脳の作り方、英語は3語が基本です。あっという間に聞き取れちゃう英語耳の作り方、外国人と会話が続く魔法の方法、英会話力が格段にアップするプラスワン英会話法をお届けしていきたいと思います。私自身、英語というか学生時代勉強そのものが大の苦手で、大嫌いでした。もう苦手だし嫌いだしっていう状況でした。証拠にこの成績表を見ていただいたらわかるかなと思うんですけれども、英語の先生のくせに英語の点数がこんな感じです。はい。でも英会話に関しては、実は5ヶ月という短期間で英会話習得ができちゃいました。その方法を自分のスクールの子どもたちに、どうやったら楽しく学んでもらえるかなっていうのをずっと考えてまして、自分の経験と、あとは言語習得の研究書とかを読んでこうお勉強させてもらって、自分の知識と、自分の経験と織り交ぜながら、トライアンドエラーということを繰り返しながら子どもたちに英語を指導してきました。そしたら、本当に簡単で楽しく、しかもちゃんと英語力がつくっていう方法ができちゃいました。特に子どもってこう可愛いんですけど、すぐ飽きちゃったり、違う、なんか違う世界に行ったり、ダラーンってなったりとか、まあ大変なんですよ。でその子どもたちにいかに集中して楽しく、学習してもらえるかっていうところを考え続けました。そのおかげで、私の運営している英会話スクールは現在予約待ちというありがたい状況を数年前からいただいております。じゃあその楽しくて簡単で、しかも英会話力もちゃんとつくその方法はというと、実は、普通の英会話教室だったりとか、あと皆さんが英語学習されてきた方法とは全く違うものになります。で大人の方も、あれ、この方法で学んだらいいのにと思って、早速大人の方にもトライしていただきました。その結果、なんと1年という短期間で英会話習得ができた主婦がいます。その主婦の方はここに来た時はもう本当に全くゼロの状態、英語力ゼロの状態で、来られて、ハワイだったかな、ハワイに行って英語が通じなくって、次海外に行く時はっていう思いで来られたんですけれども、それからこう楽しく勉強していってもらったら、なんと1年で英会話習得ができ、さらにすごいのが、その主婦の方は1年で英会話習得ができたにもかかわらず、実は、同時に英会話の先生にもなっちゃったんです。素晴らしくないですか。
もちろん英語だけじゃなくって指導法の方もきちっと学んでいただいたんですけれども、今ではうちのスクールの先生になってもらってますし、あとは子ども園の英語の先生などもしてます。ね、すごいでしょ。で、もっとすごいのが、彼女実は3人の男の子の、ママなので、もう本当に忙しい合間の中で英会話習得をしていきました。はい、この質問よく受けます。大人と子どもの、言語習得の方法は若干やっぱり違います。というのも、子どもって本当にあの年代に 2歳から教えてるので、こう日本語が理解できない子、まだこう日本語すら通じない子たちが多い。小学生でも一つ理解するのに結構時間がかかったりとか、まあ、とにかく日本語が通じないっていう状況の中で私たちは指導してますので、そういった点では大人の方っていうのは理解力が格段にやっぱり上なので、ポン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 とこう学習が進んでいくっていう特徴はあります。もちろん子どもはこう聞いた音をそのまま再現できるっていう特徴があったりとかします。なので、大人も子どももそれぞれ特徴があって、その特徴を生かしながら学んでいくっていうのも短期間で習得できるポイントになります。でも私自身も20歳からこう英会話を学習しているので、20歳からでもよくちっちゃいうちじゃないと無理だって言われる方もいらっしゃるんですけれども、私自身20歳から英語を勉強してこう英語を喋れるようになって、発音もしっかりできるようになったので、しっかりトレーニングさえすればできるということです。で、一つ共通点を見つけたんですけど、やっぱり大人も子供も楽しくないと続けられない、楽しくないとできないっていうところに関しては共通でした。その楽しいっていうゲームをして楽しいとかそういう楽しさじゃなくって、できて楽しい、伝わって楽しいっていうワクワクする楽しさっていうのが大事なポイントになります。それが1、暗記禁止。2、辞書禁止。3、勉強禁止の学習法になります。そんなんで英会話できるわけないやんって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、 No 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 No、 それができちゃうんです。むしろそれをしないと英会話ができません。だって単語を覚えて、文法をやって、過去分詞がどうこうで、受け身がどうこうでってやってたら、ずっと英会話なんて喋れないです。こう、皆さんしっかり知識はあるんですよ。しっかり知識はあります。でもそれを使えていないという状況かと思います。こう例えると、いっぱい道具があるのに、その道具の使い方を知らないみたいな、そんな状況です。なのでその知識、道具を使うために、この禁止三原則、暗記禁止、辞書禁止、勉強禁止、15分以上の勉強禁止を守っていただきたいと思います。それは自分で英語学習をしても使えるような状態に常にしておく英語脳を作っていくためです。この英語脳に関しては、じゃあ英語脳って一体何なのとか、英語脳に関しては
次のレッスンで詳しくお話ししていきたいと思ってますので、次のレッスンでしっかり聞いてください。実は英語が話せる人って一つ共通点があるんですよ。で、英語を話せる人にこうやってこうどうやって英語を勉強したんって聞くと、大体こう独学でこう CD をいっぱい聞いたとか、英語映画を英語で見たとか、あと留学したとか大学で学んだとか、学び方って人それぞれいっぱいあって、でいろいろ自分にじゃあ試せることはやってみようと思ってたくさんやってみる。でも結局どれも続かない、成果が出なくて、あー自分に合った学習法って一体何なんだって皆さんわーってなってると、もう英語嫌いって英語無理って思ってるかもしれないんですけれども、実はそう、英語を話せる人には一つの共通点、この共通点を皆さんまず学習すればいいわけですよ。それが皆さん英語脳を持っているということになります。この英語脳っていうのは、こう英語は英語で考える、日本語は日本語で考える、そういった脳になるんですけど、こう英語喋れる人に何々って、これって英語でなんて言うってよく私も聞かれることがあるんですけれども、まず最初に日本語でこう理解をしてしまうと、えと英語がこう出てこなくなっちゃうんですね。これって英語を喋られる方にあるある経験だと思います。この英語を喋れる人がもう英語脳を持っているということは、まず最初に英語脳を作ればいいわけですよ。英語脳を作った上で各自それぞれに合った学習スタイルで英語を学んでいくと使えるようになるわけです。私が5ヶ月で英会話が習得できたっていうのも、その英語脳をまず最初に作って、その上で学習をしていったからです。ということで、次回のレッスンは英語を話すために必要な英語脳の作り方の動画レッスンをしていきたいと思います。英語を話せるようになって、まあ見ての通り学歴もない私が、大学にももちろん行ってません、もうギリギリ高校卒業しました、そんな私がですよ、ユネスコ国際会議、国際会議ですよ、ユネスコ国際会議のスタッフとしてお邪魔させてもらったりとか、あと小学校の英語講師を13校ぐらいでしたかね、13校の小学校の英語講師を5年していました。そしてあと中学校の英語のスーパーバイザーもやっております。さらに子ども園の英語コンサルもやらせていただきまして、あと私自身がこう英会話できるようになって、ちょっとお勉強に抵抗意識がなくなったので、TOEIC っていうものを、聞いたことありますかね、 TOEIC っていうものをちょっと頑張って、学習した結果、高得点が取れるようになりまして、そして、企業様からも、TOEIC の指導に来てもらえないかということで TOEIC の指導をしたこともあります。そのように英語を武器に、ありがたいことにお仕事をたくさんいただける状態となっております。そして海外、私大好きなんですけど、やっぱりなかなか日々の生活でこうまとまった時間をとってお金を使ってこう海外旅行に行くっていうのはすごく難しいんですけれども、実は留学引率というお仕事もさせていただいておりますので、お仕事で海外に行くことも多くなりました。ま、留学引率といっても子どもたちの留学引率なんで本当に大変なんですけどね。もう何もなければ結構バケーションなんですけど、うちの生徒たちだけなのかな、うちの生徒は英語にこう英語を使えちゃうので、全然完璧じゃなくても英語を使うことができますので、
こう日本と日本にいる同じ感覚で海外でも過ごしちゃうんですね。まあ遊びすぎて寝坊するとか、買い物行けばギャングスターとか、あと道を歩いてて、私いるんですよ、引率にいるんですけど、誰一人私に何も聞かないでそこら辺に歩いてる外国人の方に道を聞いたりとか、この船子供料金はいくらなんだとか聞いたりとか、平気でそんなこともします。あと一番怖かったのがタクシーとかね、無断で勝手に乗っちゃったりとか、そういうこともしちゃうので、まあ、留学引率すっごい大変なんですけれども、そういうふうにお仕事で海外に行くこともできています。そんな私自身の英語ができて、人生がもう全然、英語ができてなかったら私どうなってたんだろうって正直思うんですけれども、英語ができてこんなに楽しい人生が待ってて、こう英語を通してたくさんの人にも出会って、英語をこう教えて、あ、先生に教えてもらえて楽しかった、よかった、英語を上達したって、やりがいのある仕事までいただけ、この英語をこう手にした後の人生っていうワクワク、本当にワクワクする人生を皆さんにもぜひ味わってほしいと思ってます。ただこの私のプラスワン英語法では、トイックでハイスコアを取りたいとか、あと完璧に英語を喋りたいとか、もっと英語を勉強したい、知識を入れたいっていう人には向いてません、おすすめしません。ただ間違ってもいいから、とにかく英語を使えるようになりたい、いろんな人と喋ってみたい、いろんな国を見てみたいとか、ワクワクしたいっていう方はお任せください。お約束は3原則、暗記禁止、辞書禁止、15分以上の勉強禁止を守ってもらうこと、そして動画レッスンを見てしっかりお勉強ではなく、どちらかというとトレーニングです。英語って勉強量で習得できるっていうものではなく、トレーニングの量で英語習得、英会話習得できますので、しっかり動画を見てトレーニングをしていただくということが条件になります。それではワクワクするこの第一歩、一緒に踏み出していきましょう。では See you next time. Bye bye.